薬剤師とかなんて医者の指示がないと何にもできないちっぽけな存在だろ。薬剤師として働く俺を見下してくる義弟、そしてその義弟と同じ職場となってしまった俺は、医者の義弟から完全に見下されるようになった。そんなある日、義母が運ばれてきて緊急手術が必要に。俺が手術します。薬剤師のお前が何言ってんだよ。大丈夫だよ。実は俺の名前は高沢聡、総合病院で薬剤師として働いている。俺には妻の夏希がいて、妻はどの病院にも所属しないフリーの医者として、あらゆる病院を掛け持ちしている人気の医者だ。毎日あらゆる地域のいろんな病院に行っている妻を支えるべく、俺は家庭のこともしながら薬剤師として働いている。結婚3年目を迎える俺たちの間には子供はいないが、夫婦仲は良好そのもので、この生活に不満など一つもない。俺は5年前に父親を亡くしており、その出来事がこれまでの俺の人生を一変させた。この話は長くなるので、それは後で話そうと思う。結婚生活に何も不満はなかったが、俺には一つだけ気がかりなことがあった。それは妻の弟のトールの存在だ。トールは夏希と同じ医者を目指しており、現在医学生だ。将来的には妻のようなフリーで活躍する医者になるのが夢らしい。どこが気がかりなのかというと、義弟は俺に対してすごく性格の悪いことを言ってくる。義弟であるトールは全国でも偏差値トップの私立中学に入学、トップの成績で高校までエスカレーターで行き、大学はもちろん国内1位のあの大学の医学部に入学した。どうやらその経歴がトール君をそうさせたのか、彼は学生ながらに相当プライドが高かった。姉ちゃんの結婚相手って薬剤師？医者じゃねえの？薬剤師なんて医者以下の存在じゃん。トール、なんてこと言うの？だって本当のことだろ？薬剤師とか看護師って医者の指示がないと何にもできないちっぽけな存在なんだぜ。3年前の結婚の挨拶ということで、両家顔合わせの席でこの態度である。俺が今薬剤師として働いているだけで、ここまで言われるのは予想外だった。もちろん義両親は、そんな優秀な義弟のことが大好きなので、妻よりも義弟を可愛がって育てたのは言わずもがなだろう。挨拶の時も、トールちゃんの言う通りね。確かにな、と、それに賛同する義両親にドン引きした覚えがある。義弟も、だよね、パパ、ママ、と言っていてさらに引いた。そんなある日、今日はロールキャベツにしようか。本当？サトシのロールキャベツ美味しいから嬉しい。ショッピングモールに来ていた俺たちは、食材を買うついでにあらゆる店を見て回っていた。姉ちゃん。そこで聞き覚えのある声に振り向くと、そこにはトールくんがいた。トール、久しぶりね。トールくん、久しぶり。薬剤師野郎までいる。見えなかったのかな。尊敬する姉を見て駆けつけてきたであろうトール君のその姿は、まるで尻尾を振る犬のようだ。久しぶりに会えて嬉しいんだろうなと見ていてわかる様子だ。元気だった？もちろん。姉ちゃんの噂はいろんなところから聞くよ。大活躍みたいで俺も嬉しい。そこでトール君は俺の方をちらりと見てきた。見るからに俺を見下している視線だ。ああ、俺も医者の義兄が欲しかったな。俺も今から医者になるし、そしたらいろいろ相談に乗ってもらえるのにな。やっぱり姉ちゃんは医者と結婚すべきだったと思うわ。姉ちゃんならそれができたのに、なんでこいつを選んだんだよ。トール、サトシのことを悪く言うなってあれだけ言ったわよね。だって医者なら、薬剤師のこんなやつより収入もいいし、お互いに高められるはずだよ。今からでも遅くないから離婚したら。離婚なんてしないわよ。だいたいあんたは知らないだろうけど、サトシはね。夏希、いいよ。俺は気にしてないから。私は気にするの。この何もわかってない弟に分からせてやる。夏希が今にもトール君に殴りかかりそうなのを必死でなだめて止める。俺が薬剤師なのも、医者よりも収入が叶わないのも本当のことだから、俺は気にしていないのに、
俺が馬鹿にされると夏希は毎回こうやって本気で怒ってくれる。いい妻を持ったな、としみじみしてしまった。姉ちゃんが怒ってるし、俺もう行くわ。今度、もみじが丘病院に研修医として行くことが決まったから、忙しいんだよな。もみじが丘病院？それは俺が現在勤める総合病院だ。まさか、そこに来るというのか？そのままトールくんは逃げるように去ってしまったのだった。お前もこの病院だったのか。それから数ヶ月後、本当に義弟が俺が働いている病院に研修医としてやってきた。廊下でばったり出くわしてしまったのだ。この病院はベッド数が多く、規模がでかいこともあり、毎年そこそこの人数の研修医が入ってくる。そんな環境なので、研修医として義弟が来てもおかしくはない。おかしくはないのだが、どんな確率だよ、と思わずにはいられない。研修医の紹介は各部署の部長にしかされないので、部長ではない俺は、毎年どんな研修医が来ているかは把握をしていないのだ。ああ、はは、そうみたいだね、藤田先生。は？敬語使えよ。俺は医者だぞ、薬剤師ごときが。え？ああ、すみません。俺が苦笑いをしていると、そこに内科の佐藤部長が通りかかった。お疲れ。佐藤先生、お疲れ様です。俺たちの声が重なった。藤田先生、どうしてここに？義兄に挨拶をしていました。せっかく同じ職場なのに、なかなかここで会う機会がなかったもので、頼りにしていると挨拶をしていたところです。やっぱり身内がいると安心しますね。にこやかに答える義弟に、俺はびっくりしてしまった。さっきまで俺を全力で見下していたのに、すごい態度の変わりようだ。そうか。確かに身内がいると安心するかもしれないな。ガハハ、と豪快に笑う佐藤先生。高沢くん、君の弟は、あの大学、医学部を首席で卒業しているしね。私も期待しているよ。ご期待に添えるように頑張ります。やる気満々です。と、いい笑顔でアピールができたようなトールくんを見つめる。首席で卒業は純粋にすごいな。やっぱり優秀だったんだと感心していると、トールくんと目が合った。彼は嫌な笑顔でにやりと笑う。佐藤先生を見送った後、俺の方に向き直った。薬剤師は俺たち医者の指示がないとできない仕事だもんな。ちゃんと俺の言うこと聞いて働けよ。世界中の薬剤師を敵に回すような発言をここでも堂々とするなんて。藤田先生、そういうことはあまり言わない方が。はあ？薬剤師ごときが文句言うな。そう言い捨てて歩いて行ってしまった。それから廊下ですれ違うたびに、薬の指示をもらおうと内線をかけるたびに、お前は俺の指示がないと動けないもんな、と言ってくる日々だった。悔しいが事実なので、俺は反論することはなかった。そんな毎日を過ごしていたある日、担当している入院病棟の患者さんに薬の説明をして、ナースステーションに向かっていると、救急車が到着していたようで、救急外来が騒がしかった。救急車か。運ばれてきた人は入院になるのかな。なんてぼんやり考えながら歩いていると、前から義弟のトールくんが走ってきた。これまでのこともあり、まさか走ってきてまでまた嫌味を言ってくるのかと思わず構えていると、彼はそのまま素通りした。だいぶ拍子抜けしてしまったが、嫌味を言われないことに越したことはない。するとトールくんは救急外来の扉を開けて、ママ！と大声を上げた。ママ？思わず気になって俺も覗くと、そこのベッドで寝かされているのは義母だった。ママ、しっかりして！隣で今にも泣きそうになりながら声をかけ続けている義弟。俺も思わずベッドに駆け寄った。お母さん、どうして？どうやらお母さんは道を歩いていたところで、後ろから車に当てられたそうで、道路に胸部を強く打ちつけて、救急車で運ばれてきたらしい。息子がこの病院で医者をしているからと、本人がここに運んでくれと言ったそうで、こうして運ばれてきたそうだ。レントゲン撮影したら、どうやら気胸みたいだ。救急外来担当の鈴木先生が、レントゲンの画像を見ながら言ってくる。気胸？気胸とは、
肺から空気が漏れ、胸の中で空気が溜まってしまい、肺が縮む症状だ。胸を強く打ちつけたからかな。とりあえず気胸の処置はできそうなんだが、血気胸を併発しているみたいで、緊急手術が必要かもしれない。だけど、手術できる先生たちが全員出払っていて、すぐに手術ができない状況なんだ。そんな。血気胸は胸に血が溜まっている状態だ。見たところ、結構な量の血液が溜まっている。早く処置をしないと、危険な状態になる可能性がある。しかし、今病院内にいる人は、誰も手術ができないという。こんな時に限って。夏樹は、そうだ、姉ちゃんを呼びましょう。そしたらできるかも。高沢先生にも一応連絡してみたが、今北海道の病院だそうで、大至急こっちに向かってきてくれているそうだが、さすがに間に合わないだろうな。そういえば今日まで北海道で研修だったな。トール君は研修医だし、見るからに気が動転しているので、これでは手術ができないだろう。鈴木先生も、血気胸の手術はしたことがないと言っているし、目の前には胸を押さえながら苦しそうにしている義母がいる。モニターに映る心拍数は弱々しく、心臓が止まってもおかしくない。その時、突然モニターのアラームが鳴った。義母が心肺停止になったのだ。ママ!その瞬間、俺は口を開いた。すぐに送還するから準備。あと AED 取ってきて、心麻するぞ。俺が一気に言うと、その指示に合わせて救急室がバタバタと忙しくなる。トール君、心臓マッサージをしてくれ。僕が?今できるのは君しかいない。お母さんを助けるためにも手を貸してくれ。なんでお前が指示出せるんだよ。いいから、目の前の命を助けるんだ。鈴木先生、手伝ってください。おう、もちろんだ。鈴木先生と協力しながら送還し、AED と心臓マッサージを行うと、なんとかお母さんの心拍が再開した。だがやはり弱々しい。他の病院へ転送依頼をかけるか。鈴木先生がつぶやくと、でもそれじゃ間に合わないですよね。ママを助けてください。と、トール君の絶叫にも近い叫び声が響く。やるしかない。俺は覚悟を決めて右手を上げた。俺が手術をします。みんなが騒然となった。高沢さんが?あの人薬剤師でしょ?何言ってんの?案の定だが、そこにいた看護師を含めて、ほぼ全員が不審な目で俺を見てくる。そして予想通りトール君は激高して掴みかかってきた。何言ってんだよ?お前は薬剤師だろ?手術なんてできるわけないだろうが。実は俺は医師免許も持ってるんだ。お前が?嘘つくな。こんな時に嘘はつかないよ。5年前までは医者をしていたんだ。この病院でも一応医師としての登録がある。医師免許があるからってなんだよ。そんな素人にママの手術を任せられるか。お前は黙ってろ。大丈夫。ブランクはあるけど、これまで手術もたくさんやってきたんだ。今、できるのは俺しかいない。俺は院長に内線をした。事情を説明し、手術の許可が欲しいと伝えると、お前に任せるぞ、と言ってくれた。俺は急いで手術の準備に入る。鈴木先生から、ミスターホスピタル、復活だな、と言われた。俺は手術室に入っていたから知らなかったのだが、俺が手術をすることになったと、鈴木先生や院長が他の先生方にも言ったのか、病院内は騒然となったそうだ。おい、あの、ミスターホスピタルが手術をするらしいぞ。マジか。ついに高沢が医者に復帰するのか?あいつの手術をまた見れるのか?見に行かないと。手術室のモニターの前には、たくさんの医者が集まっていたらしい。その後、なんとか手術はうまくいき、お母さんは解放に向かっている。先日は集中治療室から一般病棟に移ることもでき、あと少しすればリハビリもできるだろう。このままうまくいけば、すぐに日常生活に戻れるだろう。ちなみにトール君は、ママって叫んでいたのがみんなに聞かれてしまい、そろそろママ呼びはやめた方がいいぞ、と助言を受けていた。仕事が休みの日曜日、夏樹も朝から外出しており、俺は自宅で優雅にコーヒータイムを楽しんでいた。
すると家のインターホンが鳴った。インターホンの画面を見てみると、そこにはトール君の姿があった。扉を開けると、彼は菓子折りを持っていた。どうしたの、トール君。母を救ってくれたお礼と、これまでの態度のお詫びに来ました。兄さん、この度は本当にありがとうございました。とりあえず家に入ってもらい、話を聞くことにした。俺、兄さんがあの伝説のミスターホスピタルだなんて知らなくて。ああ、まあ俺も言ってなかったしね。恥ずかしながら、ミスターホスピタルとは俺が医者として活動していた時のあだ名だ。俺は高校卒業後に渡米して、そこで医師免許を取得。医者として活動し、日本に戻ってから再度日本の医師免許を取得した。そこで俺は大学に行き直して薬剤師の資格も取得。医者と薬剤師の資格を取得し、さらに今度は看護師の資格を取ろうと勉強している俺の姿を見て、お前一人で病院が開けるという同僚の発言から、俺のあだ名はミスターホスピタルになった。総合診療医師として手術の腕も上げ、毎日ずっと働いていた俺。そんなある日、俺の父が病気を患い倒れてしまった。病の原因は不明であり、治療法がないという。俺もあらゆる治療法を調べていると、アメリカの病院で治療の実績があると聞いた。それを聞いて俺が渡米した直後に、父の病状が突然悪化して、そのまま息を引き取ったそうだ。急いで帰国したがその場に間に合わず、俺は深い絶望を味わった。母は、最後まで諦めないでくれてありがとう、と言ってくれたが、父の身近な人のその命を救うことができなくて、何がミスターホスピタルだよ。俺は看護学校への勉強もやめてしまい、何もかもが嫌になって塞ぎ込んでしまった。あの時の無力感とかを思い出してしまうから、当時は聴診器さえ触れなくてね。診察室にも手術室にも入ることもできなくなって、それで医者を辞めることにしたんだ。医者として役に立たないから辞めますと辞表を出したが、ここの院長が、高沢くんって確か薬剤師の資格も持ってたよな。じゃあ薬剤師として働かない？と言ってくれた。立場は違うけれども、同じ医療者として患者の命を救ったらいいじゃないかと。薬剤師の仕事もとてもやりがいがあるし、このままずっと薬剤師で生きていくのもいいなと思いつつも、心のどこかでは医者をまたやりたいと思っていたのは事実だ。医者の仕事はとてもやりがいがあったし、俺の天職だ。しかし、俺にまたできるのかという不安はどうしても拭いきれなかった。それにまた、命を助けられなかったらどうしようという気持ちも怖かった。だからこそ、医者に復帰するというその一歩が出なかったのだ。それでも、あの時お母さんを救えるのは自分だけという状況になった瞬間に、今ならできると思えたのだ。結果的に手術はうまくいったが、むしろあの時お母さんの手術をさせてくれてありがとう。こんなブランクもある医者にやらせるのは、すごい勇気が得ることだったと思う。あの時の義母の手術同意書にサインをしてくれたのは、他でもないトール君だった。そんな、俺、あの時の手術をずっと見せてもらいました。ブランクなんて感じさせない手術で、俺、すごい感動しました。そうかな。そう言ってもらえて、少し照れてしまった。兄さん、医者に復帰しないんですか？俺、もっと勉強させてもらいたいです。うん、実は近々、医者に復帰しようと思ってるんだ。もう一度、医者として頑張ってみようと思う。それから数年後、俺はこの病院で働いていた。はい、じゃあお薬出しておきますね。また2週間後に来てください。高沢先生、ありがとう。先生は手術もうまいし、ちゃんと話を聞いてくれてるし、いい先生だわ。はは、光栄です。今、俺は医者として働いている。院長や周りの先生方、妻からは、ミスターホスピタルの復活だ、なんてからかわれることもあるが、毎日やりがいのある日々を過ごしている。あれから手術も担当していて、今日は手術日だ。高沢先生、藤田先生、お疲れ様。助手で入ります。勉強させてください。よし、一緒に頑張ろうか。義弟のトール君は、研修医から新米の医者となり、
この病院で共に働いている。同じ総合診療医として俺の技術を吸収するんだと、毎日勉強に余念がないようだ。兄さんや姉ちゃんみたいな医者になるんだ。ミスターホスピタル二代目は俺が襲名するぜ、なんて張り切っている姿が微笑ましい。俺は医者としてもう一度頑張ることを決めたのだ。もちろん俺たちの力で全員の命を確実に救えるわけじゃない。それでも一人でも多くの命を助けるために頑張っていこうと思う。頼もしい後輩の姿を見つつ、俺も負けていられないと気合を入れるのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。